はいどうも皆さん、こんにちは。音ゲーモードでもう遊んだよって人は必ず高評価。というわけで今回もいろいろ話していくんですが、まず昨晩はチャプター5で始まった新モード登場ラッシュの最終日で、ついに音ゲーモードが登場しました。で、この音ゲーなんですけど、まあ正直言って評判はあんまり良くないです。僕としては10点満点中2点くらいかなと思っています。で、不評な理由について海外のコミュニティの意見も参考にしていろいろ話していくんですが、まず曲がフルコーラスなことです。4人でやった場合は4曲連続でフルでやる羽目になるため、これはかなり疲れます。そもそも1曲だけでもワンコーラスでいいくらいです。さらに音ゲー自体が爽快感がありません。ただ降ってきたノーツを押すだけで本当に作業感が強すぎます。最後に操作性があんまり良くないということです。パッドでの初期設定は十字キーの左右と ABXY の左右のボタンです。つまり十字キーの左右の同時押しノーツが来ると物理的にもう押せません。で、僕はこれに切れすぎて初プレイでは途中で完全に投げ出しました。ただこの操作性の部分はキーマウを使うことで回避できるし、もちろんパッドでもボタン配置がいじれます。とはいえ、そもそも音ゲーってパッドでやるのはめちゃくちゃ難しいと評判のため、やっぱりこれは画面をタップしたいですよね。そのわけでこの音ゲーモードのアクティブを見てみると、10日の昼の段階で約38万人、レゴモードは170万人もいるため、やっぱり初日なのにかなり少ない気がします。ちなみに僕が一番推しているレースモードはなんと28万人でした。現状はプレイヤー数が一番少ないです。そのわけで皆さんの音ゲーモードに関する感想や評価をぜひコメント欄で教えてください。僕の評価は10点満点中で、レゴが8点、レースが9点、音ゲーがキーマウだったら3点です。で、そんな音ゲーモードなんですけど、残念ながらこのままだとオワコンになる可能性がめちゃくちゃ高いことも話題になっています。まず楽曲のほとんどが著作権のある有名アーティストの曲のため、そういうのって YouTube の動画や配信で流すことができません。まあ厳密には流せるんですけど、その動画や配信の収益が無効になったり半分が捉えたりします。そのためみんな損をするだけなので流さないわけです。となると、この音ゲーモードを動画や配信でやる場合はフォトナのオリジナルソングをやる必要があるんですが、フォトナの曲でわざわざ音ゲーでやりたいものなんてはっきり言えばないです。なので謎の曲を動画や配信でやっても地味になるし、そもそも人が音ゲーをしている場面自体が地味なため、つまりこの音ゲーモードはどうやっても実況者や配信者が遊びにくく、その分やってみようと思う人も減るため、まあ今後が厳しそうな感じがしています。ただそんなことはもちろん天下のエピックは分かってるんですよ。なんと音ゲーモードの有名楽曲を動画や配信で使っても著作権の侵害報告がされず、収益が普通にもらえるような対応をすでに取っています。ただそれは17日までの1週間だけです。それ以降は普通にしばかれます。で、音ゲーモードについていろいろ話してきたんですが、まあ無料で遊べるんだったら普通に面白い部類だとは思うし、 YouTuber や配信者がやってないからといって悪いゲームということでもないので、まあ気に入った人はね、クリエイタースポート SHPO をして音ゲーモードのバトルパスを買って遊んでみてください。ちなみに今日の夜中の0時のショップ変更で1曲 500Bbucks のジャムトラックが大量に販売されているんですが、この曲は今後すべてロビーミュージックとして使えるようになるみたいです。さらにジャムトラック自体もバトルワでも使えるっぽいので、まあ音ゲーで使える曲を増やすためだけに 500Bbucks というわけではありません。で、そんなジャムトラック関係で言うと、ショップに並んでいるものはお試しで、並んでいる間だけは無料で遊べるという良心的な仕様があったり、今はログインをするだけでこの2曲が無料でもらえます。最近は本当に無料報酬が多すぎて嬉しいです。で、次はエピックを辞めた後も動向が注目され続けているドナルド・マスタードさんが最近の新モード登場ラッシュについてとある資料を公開していました。それがこちら。パッと見はよくわからないと思うんですが、エピックとしてはまずフォトナをただのゲームではなくて、いろいろなゲームが遊べる場所に進化をさせたいというアイデアが本当に初期の2017年からあったようです。それを踏まえた上でツイートを要約して読んでいくと、フォートナイトをゲームができる場所プラットフォームに進化させるというアイデアはとても巨大で大胆なビジョンで、何年もかかり非常に多くの工程が必要になることが分かっていました。で、私たちはそれに約6年かかるだろうと当初から予想していましたとのことです。で、実際に2017年から6年後の今年2023年に新モードがたくさん登場したということで、やっとエピックの長年の夢が今年叶ったことになります。ちなみに僕はエピックがちゃんと期限を守れたことに感動しています。まあそんなわけでクレームアップの収益化が始まったあたりから一気に加速してはいたんですが、最近のフォトナはただのゲームではなくて、いろんなゲームを遊べるプラットフォームになっているわけです。で、ドノマスさんの公開した画像には興味深い点がいくつかあって、まず真ん中のハブから線が出ていて、左上が PVP、 これはバトロワのことです。そこから反時計回りに見ていくんですが、まず
その下はクリエイティブで、次がキャント、これはよくわからないんですけど、さらに下の方に何の略称か書いてあるものの、まあこれを見てもよくわかりません。そして次がミュージック、これは音ゲーモードのことです。でその上がサバイバル、これはおそらくレゴモードのことだと思います。で最後が PVE、 これはプレイヤーバースエネミーのことです。でこの PVE は一見世界を救えのことだと思うんですが、実は世界を救えってセーブザワールドの頭文字である STW という表記が正式なものになっているため、これはもしかしたら今後登場する新たなオープンワールドモードのことを指しているんじゃないかとも話題になっています。そのわけで今後登場がほぼ確定しているモードとしては、まずフォールガイズの新モードです。これはチャプター5のトレーラーにも映っていたし、データ上にもこのガイズくんのグラフィックのデータがフォートナイトに含まれています。多分ロケットリーグとレースモードことロケットレーシングみたいな、似てはいるけど別ゲーみたいなものが来ると思います。次はバスケのモードです。これもトレーラーに映っていて、すごい昔からアーケードモードというバスケのモードをエピックが開発していることが判明しています。で最後はさっき話した PVE モードことブレワイとか原神みたいな RPG です。まあエピックは今回みたいにフォートナイトの中で新しいゲームをリリースするとかなり盛り上がることに気づいているため、来年あたりも1回くらいはこういう新モード登場ラッシュが来るかもしれません。あとモード関係で言うと、大人気だったシーズン OG が2024年に復活することがエピックから告知をされていますよね。でそれについてエピックは、次はシーズン OG とは違った感じでチャプター1のゲームモードを登場させたいと考えているようです。これはもう過去マップの常設化とかマップが複数来るということの示唆かもしれません。次は今日の夜の0時に変わったショップでは528日ぶりに再販されたこのエモートなどがあったんですが、多分これは今日の朝にまたショップが変更されていて、そこで消えてると思います。で新たにこれらのクリスマススキンが再販されています。まあさすがに9時間でショップを変えるのはやめてほしいです。とはいえショップで買い物をする際はぜひクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。次はチャプター4シーズン4の時にエピックの従業員がもらえたピンバッジが明らかになっていて、それがこのトランクケースのデザインのものです。でしかもこれは開きます。中は赤い月のマークとなっていて、これはかなり凝っていますよね。次はそんなもらえるもの関係で言うと、現在渋谷で開催されているフォトナットレゴのイベントなんですが、それが今日までの開催となっています。でそこではティザーとかトレーラーにも出ていたレゴのラマの実物が無料でもらえるんですが、これが約5000円くらいでメルカリで大量販売されていると以前の動画で紹介しました。でそれが相変わらず続いているんですが、どうやらそれを聞きつけた小じきが殺到しているらしく、なんと5時間待ちとかにもなってるらしいです。まあもちろんね、純粋にこのレゴがね欲しい人とかイベントにね参加したい人もね多くいると思うんですけど、マジでね転売ヤーみたいなやつがいっぱいいるみたいです。というか転売目的で5時間待つなら本当にねコンビニで皿洗った方が得なんですよ。ただ転売って誰かが買わないと成り立たないわけです。でこのレゴを5000円くらいで誰が買ってるのかというと、多分レゴのファンなんですよ。フォトナプレイヤーがわざわざこれを5000円で買うとは思えません。でちなみにレゴって実は転売でかなり儲かると話題の商材なんですよ。そのため今回も転売ヤーに目をつけられているっぽいです。死ね。そんなわけで転売で儲けたい人は高評価。次は全然話は変わるんですが、エピックに対して何かのインタビューができる場で、これまで任天堂とのコラボをするために努力してきたことはありますかとエピックが聞かれて、それについて新しい年齢制限のシステムによってこれまで思いつかなかったキャラクターをフォトナに登場させることができます。任天堂には任天堂の戦略があって、エピックにも戦略があります。いつか私たちが任天堂のキャラクターを使用できるようになって、プレイヤーがそれを気に入ってくれることを願っています。最後にダイヤモンドを作るという言葉が何なのかは分かりませんと意味深なことを言っていました。これはもしかしたら任天堂ファンには伝わる表現なのかもしれません。そのわけで現在もエピックは任天堂とのコラボのためにいろいろやってるっぽいし、この前あった年齢制限もその一環みたいです。これは思ってるよりも早く任天堂とのコラボがガチで来るかもしれません。次はポイント情報をまとめていくんですが、まずレゴモードで耐久値の減ったアイテムをチェストに入れて、それを壊して拾うとなんと耐久値が元に戻ってるらしいです。さらにレースモードでゴールドランクまで行くともらえるこのスキンは現在バグっていて、なんとゴールドの2まで行って1試合しないともらえない謎仕様になっています。まあこれもそのうち修正されるとは思うんですが、最速でスキンが欲しい人はゴールドの2まで上げることを強要されています。あと昨晩登場した音ゲーモードも15分プレイするごとに3万 XP 1日最大で42万 XP がもらえます。レゴよりも放置するのが楽そうなので、レベルを上げたい人はぜひやってみてください。あと XP 関係で言うと、レゴモードにおいてクエストをクリアすると1レベル上がるんですが、それをフレンドのワールドでクリアして抜けることでそのクエストを何度でもできるらしく、もうこれは100回出入りしたら100レベルです。ぜひこれも修正される前にやってみてください。